それ知らんと買ったら失敗すんで。どうも無印マニア無常です。今回は知らずに買ってはいけない無印アイテムを7つ紹介していきます。第3弾です。ぜひですねお買い物の参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。無常にお任せ。トイレブラシケース付き690円。こちらはケース付きのトイレブラシで隅も洗いやすいブラシです。手元にカバーがついて水跳ねを防ぎますという特徴のアイテムとなっております。こちらですね、見た目も色もすごくシンプルでいいアイテムなんですけど、ちょっとね、購入するときは気をつけていただきたいアイテムです。トイレの縁裏の掃除には使えると思いますが、他の方も書いているように水跳ね防止の蓋が邪魔でトイレの奥が洗いにくいです。書かれている方は多く見られますが、便器の奥を掃除しようとすると水跳ね防止と蓋として付けられている部分の上にまで水が浸かります。なので衛生的にはあまりよろしくない感じです。レビュー見てから買えばよかったと後悔。蓋があるばかりに洗いにくい。水にも浸かってしまうから気持ち悪いし、ブラシが乾燥しないから細菌やカビが生える。いっそ蓋なしにしてほしい。それなら買います。ということで、この水跳ねを防ぐ手元カバーっていうのが逆にですね、衛生的にも良くなかったり、それが邪魔でトイレの奥が洗いにくいっていう声があるんですよね。だから他の商品とちょっと違う特徴をつけたのが逆にマイナスになってしまっているっていうようなアイテムです。またね、ブラシだけも売ってるんですが、ブラシだけ買っても以前のケースには合わないということなんですね。サイズが変わったことを知らずに替えのブラシを買ってしまった。売り場にはホームページに書いてあるような変更点などは書いてなかった。もしかしたら書いてあったのかもしれませんが全く気づかなかった。買ってからしばらく経って交換しようとケースに入れたら入らず、どうしたらいいのか教えてほしいです。ということで、この方は写真もつけてくれてるんですけども、以前販売されていたブラシとはサイズが変わってしまっているということですね。まさかサイズが変わったとは思いませんでした。旧ケースに対しブラシ部分がギチギチで1割ほど浮いている状態に。ケースのみは売っておらず、改めてセットで買うか旧ブラシを探すか。間違えて買ったのは自分ですが、それにしても売り場に何のアナウンスもされていないのはひどいです。そもそもサイズが変わるのはエコじゃないし、無印らしくないです。ということで、ブラシのサイズが変わってしまって前のケースにはねはまらないということなので、改めて買うときはケースとブラシをね一緒にセットで買うしかないっていうところですよね。なので買うときはご注意ください。シリコンおろし器990円。こちら周りがシリコンでできてまして、ボウルや器にしっかりとフィットして力を入れやすく安定してすりおろすことができるというおろし器になっております。こちらテレビでも紹介されてて結構注目されてたアイテムなんですけども、大根が落ちにくい。大根おろしで使用しています。おろし加減はいいんですが、目に詰まった大根が落ちにくいです。叩いても詰まったままです。箸とかで目を一つずつ削いでいかないと取れません。ちょっと使いにくい。テレビで紹介されているのを見て、黒い縁のデザインがかっこいいなと思い購入してみましたが、結構力がいるのと、吸ったものがなかなか下に落ちないなど使い勝手が悪くて残念でした。ちゃんとレビューを見ればよかったと後悔。使って約半年経ちました。なんとなく付き合い方が分かってきた。擦る場合力を入れすぎてガシガシすると歯が激しいので危険。吸った後に残ったものはひっくり返してシリコン部分をコンコンとボールなどの縁で叩いて落とした方が取れる気がする。残ったものはスプーンよりお箸の方が取りやすい。ということで、こう吸った後にね、ここに目詰まりを起こしやすいという声がねかなり多いです。で、実際僕もこれを使った時はね結構目詰まりするので、もう本当にこうボールの端っこでコンコンコンってやったりして落としてました。まあ、結構ね叩きつけると落ちる感じだったので、別に箸で取ったりとかはしなかったんですけど、まあでもね、うちではこのすりおろし器のね出番がそこまで多くないなっていう感じで、あまり使ってません。まあ、ということでね、ちょっとこう使うときはストレスを感じてしまうアイテムですね。なので、あの店舗とかに行くとテレビで紹介されましたみたいな札が貼ってあって、おって思うようなアイテムなんですけど、ちょっとねそういうところも知っといていただけるといいかなと思います。ラバー材カッティングボードラウンド型1390円。こちらはこのラウンド型以外にもスクエア型というね四角のタイプも販売されています。特徴としては軽くて柔らかいゴムの木をオイルコーティングのみで仕上げました。刃当たりの良さが特徴ですというカッティングボードですね。で、これはラウンド型もスクエア型も同じようなレビューが並んでいるんですが、毛羽立ちがすごい。見つけた瞬間に可愛いと一目惚れし、よく調べず買ってしまいましたが、使う前に洗ったらすごい毛羽立ってしまって、これって普通ですか？ラバー材だからでしょうか？もっとよく調べて買えばよかったと思いました。小さなサイズと色合いがすごく気に入って買っただけにとても残念。側面の処理も荒かったので軽くサンドペーパーかけてオリーブオイルでお手入れすると少しマシになりましたが、いつまで持つのか。他の方のレビューを見てから購入すればよかった。購入時はスベスベした木肌なのに、使用前に一度洗っただけでザラザラに毛羽立ち、食品に使用する道具なのにこれは改善すべきだと思います。形は可愛いしいいのに残念すぎます。商品タグに毛羽立ちすると注意書きがあったようですが、購入時の商品は全く毛羽立ちがないので想像つかないと思います。改善してほしい。
ということで、数回使っただけで毛羽立ちが出てくるというアイテムですので、ちょっとね、まな板でそれが出てくるのはあまり気持ちいいもんじゃないですよね。僕はこのカッティングボード、これニトリのやつかな、どこで買ったかね、ちょっともう忘れてしまったんですけど、これを普段使ってるので無印のはね持ってないんですよね。どこやったっけこれ、ニトリで買ったんかな、全然覚えてないんですけど、どこで買ったか覚えてへんやつ紹介すなよってね。はい、すいません。ナイロンターナー390円、こちらですね、ナイロン素材でできた鍋やフライパンを傷つけにくいターナー。こちらナイロンの耐熱温度は180度ということで、すごくシンプルなターナーで全然使いやすいものなんですけども、レビューを見てみますとですね、溶けました、卵焼きを作るのに使用しました、まだ2回しか使用していないのに溶けた、返金してほしい、180度まで耐えれるとは嘘なのではとか、熱に弱すぎる、一度で先っぽが焦げた感じになる、炒め物を2回した後にレビューを読み確認したら本当に先端が溶けていました、食材に混ざって口に入ったかと思うと恐ろしい、ということでね、溶けやすいというレビューがあるアイテムなんですよね。でもね、僕これもう何回も使ってるし、ひっくり返すのに使ってますけど、なんかそんなにね溶けたとかっていうのは全然ないんですけどね、全然普通に溶けることなく使えてますけどね。個体差あるんかなこれ。もう普通にフライパンの中でね、こうやってなんかひっくり返したりとかやってるけど、全然溶けてはないんですよね。食材に混ざって口に入ったかと思うほど、そんな溶け方は一切してないんですよね。謎ですね。個体差なのか。まあでもそういうのがあるっていうのはかなりちょっと怖いですよね。なので、そういうの嫌やなっていうか、ちょっと怖いなという思う方は、ステンレスの方を、買ってる方がいいかもしれないですね。ポリプロピレン頭皮ケアブラシ、690円。こちら、すごくシンプルな頭皮ケアブラシなんですけども、こちらもね、ちょっと注意点がありまして、レビューを見てみますと、ショートの人用ということで、剛毛でも多毛でもないけど地肌に届かない、かき分けてなんてめんどくさいです、ブラシの中を清潔にしたくて使用後は何回も水を含ませて捨ててを繰り返し、ストレス感は半端ないので髪の健康にも悪そうです、色や見た目は気に入りました、ネイルをしていて剥がれるのが嫌なので購入、髪はロングでゴシゴシしようと思っても櫛部分が短く、毛先とかまとめて洗おうとすると頭皮まで届きません、なのでかき分けながらゴシゴシしなければならず、かえってめんどくさい、短い髪の人はいいと思いますが、私にはもう少し毛先が長ければ嬉しい、あと中に泡が入り洗えるようになっていますが、見た目はスッキリでいいですが、洗うとなるとギュッと力を入れなければ滑り外れそうになるので、持ち手などがあれば楽だなと思いました。そう、結構ね小ぶりで、持ちやすいんですけど、こう引っ掛けるとことかがねないので、僕はこうやって指をここに入れてこうやって持つと落とすことはないんですけど、確かにねここがね丸みを帯びてるんですよ、もっと尖ってていいというか、だからこう洗った時にちょっと洗い感が足りないというか、もっと地肌に当たってほしいっていうのは本当にありますね。ショートとか短い髪の人ならいいかもしれませんが、少し浅すぎ、ブラシ部分がもう少し深い方が地肌に届きやすいと思います、また小さすぎです、小さすぎて手に握った安定感がありません、何回か落としそうになりました、ということで、確かにねこれは690円もするんだったら100均ので十分かなと、僕これ以前100均との比較動画のね中でやったんですけど、確かにこれだったらもう100均で十分だなっていう感じでした。もうちょっとね持ちやすくなって地肌までしっかり洗える感じだと、このね690円の価値も出るんじゃないかなと思います。すすたけしゃもじ290円、こちら天然だけを使ったしゃもじなんですが、うちは今土釜でご飯を炊いてるので、やっぱり土釜といえばねこの木のしゃもじが合うんじゃないかと思って買ったんですが、これがめちゃくちゃお米がひっつきます。これはもうちょっと水でね、水につけてからやったとしてももう全然使い物にならなかったので、なので結局うちはこういうね100均とかに売ってるしゃもじに変えたんですけど、これはもうそれ以来ね本当に使ってないです、っていうか使えないです、全く使えない、水に浸して使ってもご飯粒がびっくりするぐらいつきます、我が家は何でも無印ですがこれだけは無理でした。そう、ほんまそう。ただですね、このご飯がくっつくっていうレビューがねこれ1個だけだったんですよね、僕としては不思議、めちゃめちゃくっついたよ、他のレビューはねそんなことないんですよ。プラスチックのしゃもじに米がかなりこびりつくようになったので、たまたま見かけたこちらを購入、軽いしお米もあまりつかないし見た目もいいし満足、ということでお米がつかない、これがなんだって、お米がこびりつかなかったことがないのに、いやもうマジでそれぐらい、いやこれなんなの本当に、個体差なん、ちょこれ持ってる人いません、こびりつくのかつかないのかコメント欄で教えてください、持ってないか、いや持ってたらマジでちょっと教えてほしいですね、これがもしこびりつかないっていうのであれば、あれですよ、
無印七不思議の一つですよ。もうレビューがね、もう真っ二つに分かれるっていうね。タオルとかのあのもう体に繊維がめっちゃこびりつくっていう人と、全然そんなんつかへんけどめっちゃいいけどとか、サンダルが数回使っただけでパックリ割れたとか、全然割れてないけどもう 2,3 年使ってますけどみたいなね、ちょいちょいやるんですよ。無印七不思議レビュー真っ二つ事件、まあそれの一つかもしれないですね。僕はこれはもうほんまにこびりつきすぎて使えなかったです。フォーク&スプーンセット790円、こちらはですね、持ち運びに便利なカトラリーのセットです。特徴としては樹脂製のため軽さと洗いやすさを持ち合わせているというアイテムなんですけども、こちらの白がね、すごくまあシンプルで無印らしくて可愛らしい感じなんですけど、残念ながらカレーを食べたら一度で色が変わってしまいました。黒にすればよかったかな、残念でした。カレーに使いました。食べ終わった直後に洗剤で洗いましたが、たった1回でターメリック色に染まり全く落ちません。表面がマット仕上げになっているせいでしょうか。せっかく白を購入したのに黄ばんだスプーンを見るたびに気分が下がります。黒を娘が使っていて使いやすそうだったので白を息子に購入。1回のカレーで変色。本人は気にしていないようですが、こんなことになるなら黒を買い足せばよかったと思います。ということで写真もねつけてくださってます。確かにね黄ばんでますよね。ということでこの白のねシンプルな色を気に入って買おうと思っても、残念ながら色のついた食品を食べちゃうと、特にカレーなんかは色が一発で映っちゃうということですので、これは黒を買うべきなのかなと思います。まあ黒は黒でね、見えないだけで汚れはついてるんですけど、まあ、変色がねわからない分黒の方がいいのかな。なのでね、白がいいなと思って可愛いなと思って買う方はちょっとね色が変色しやすいという、レビューが並んでますので、買うときはねちょっと気をつけていただければと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は知らずに買ってはいけない無印アイテムの第3弾ということで7つアイテムを紹介してきました。ぜひですね、お買い物で失敗しないためにもこの知らずに買ってはいけないシリーズのね動画をちょっと見ていただいて、お買い物に役立てていただければと思います。このチャンネルは無印マニアの僕が様々な無印良品のアイテムをレビューしていくチャンネルです。無印好きな方は見逃さないようにぜひチャンネル登録していってください。それからこの動画の高評価やコメントもお待ちしております。また公式 LINE の方もやっておりまして、そちら限定のコンテンツだったり、無常の企画にご協力いただけませんかということでね、アンケートを取らせてもらったりもしてますので、企画に協力してもいいよという方はぜひ公式 LINE の方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無常にお任せ。